はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。変態実況者リュウです。さあ本日なんですが、皆さんマスターデュエルにはカードに演出というものが追加されているカードがたくさんあるのをご存知ですよね。ここね、召喚カットインっていうね、ところをあれにして、相当していただくと、まあ、カットインがあるモンスターがバーって出てくるんですけども、今ちょっとざっと入れてみたんですが、もうなんか収まりきらないレベルで、たくさん召喚ムービーがモンスターにあると。まあ、召喚ムービー以外にもですね、カットイン以外にも、例えば墓穴とか、こういうカードにはなんかその演出が追加されていたりとか、あと無限法要にもね、最近追加されて、まあ、こういうね、演出があるカードってたくさんあるんですよ。で、今回はこの演出があるカードの中からですね、超個人的見解を元に、ランキング形式で、特にえっなカードランキングを、お届けしていこうかなというふうに思っております。非常に意味不明な動画となっております。完全に個人の趣味が、内容をしていますが、ご了承ください。それではえっランキング第5位、えっアルティメットスレイ、第5位アルティメットスレイ。はい、かわいい。でこれね、アポロウーサさんなんですよね、これムービー自体は。アルティメットスレイっていうカードは、そのなんか相手のモンスターをエクストラデッキを自分のエクストラデッキ墓地を送って処理するっていうカードなんですけど、これね、アポロウーサさんがそもそもかなりエッチでございまして、まあ、その召喚ムービーも最高で、完全にパンツが見えてると言われてるんですけども、見えてますよね。ウーサはね、かなり出す機会が多いんで、召喚ムービーめっちゃ見えるっていう点でアドなんですけど、アルティメットスレイってどんなデッキでも採用できるほどの汎用カードじゃないと思ってまして、まあ結構その先行で腐るカードなんてね、基本的にはなかなか見れないね、貴重な演出となっています。まあ、実はね、アポロウーサーにもイラスト違いがありましてね、マサデルにはちょっとまだイラスト違い、実装されてないので、アポロウーサーは。まあ、そろそろ来てほしいなと思ってるんですけども、これね、めちゃくちゃエッチだよね。あれ、このアルティメットスレイのウーサーさんも、これもしかしてパンツ見えてますこれ。見えてんね、これ。うん。見えてるわ。はい。だから、あと、この左手のさ、脇もいいね。脇もいいですわ。完全にその、まあ、変態実況者の趣味思考が、まあ、具現化されたようなカードとなっていまして、まあ、本当に好き。はい、というわけで第4位、大姫のみかんこ。これですね、マスターデュエルでは9月に登場したばっかりの新進気鋭の、まあ、女子でございましてですね、見てください、この太もも。ほっせー、いやもうちょっとね、ムチムチしてた方がいいっていう意見ももしかしたらあるかもしれないんですけども、まあ、僕はちなみに太ももとお尻とその腰のバランスで女の人をエロい目線で見てますので、これ非常に美しいですね、これ。太ももの角度もこれ完全にやってますね。やってます。この召喚ムーブに関しては明らかに何らかの法に触れてるんじゃないでしょうか。何らかの多分法に触れてるんじゃないかと僕は思ってます。はい、でこのモンスターはね、召喚ムービーがエッチすぎることにもね、注目されているんですが、まあ、モンスターとしてもね、とても優秀と、大変優秀なことが素晴らしいと思ってまして、まずこの子がね、普通に1枚初動で妨害を用意できるっていうところと、あとサーチ手段がね、豊富なこと、まあ要するに召喚ムービーを、まあ、見やすいということですね。はい、で少ないパーツで召喚剣を使わずに妨害を用意できるということで、出張パーツにもなり得る。だからいろんなデッキで相手に見せつけて召喚ムービーをお見舞いすることもできると。このモンスター単体でしかもレベル6をね、供給することができるため、まあ、幅広いねデッキで活躍することができるというところも非常にいいこと。エッチで強くて出張もしてしまうと、これもう完全にデリヘ。ちなみにみかんこはね、周りの女の子もね、全員最高に可愛いのでね、最近結構非公式大会とかも優勝してるレベルなんで、まあ、よかったらね、気に入った方はぜひこの敵組んでみていただければなと、はい、いうふうに思います。いやー、このくびれエロすぎー。第3位、9マスカレーナ。えっ、これはもうえっ。マスカレーナ、これ実はですね、もともと演出なかったんですよ。これね、イラスト違いのね、マスカレーナ、新規イラストの方のが実装されまして、イラスト違いに演出が追加されたからだと思うんですけども、旧イラストのマスカレーナにも演出が追加されましたっていうね、そういう背景があります。
で皆さんはちなみに旧イラストと新イラストどっちが好きですか？あのね、こっちのマスカレンさんはね、なんといってもね、その、まあ、男性にとってはね、狂気と言われているその、まあ、自らの胸部、こちらを前に突き出すっていうね、あまりにもその許されざる行為をしているわけですね。まあ、気のせいかちょっと揺れてるようにも感じなくはない。これはもしかしたら僕の錯覚かもしれないんですけども、まあ、だから好きなんですよね。これなんかあの最近えなこさんがコスプレしてて、まあ、それも最高にえっでしたけども、まあ、このモンスター普通に効果強いのも、まあ、マジで優秀で、相手のターンにリンクしてね、まあ、サロス姉さんとか、まあ、ウーサ姉さんあたりを、出してくることもできると。だからえっからのえっのムーブが、まあ、できるのも非常にポイントが高いなと、はい、いうふうに思っております。うん、ああ、というわけで、第2位はマスカレーナ新イラストの方。いやもうこれ完全に乗ってるやん、これ完全にこれ乗ってもうてるやんこれ、まあ、こちらね、この召喚ムービーはあの切り抜いてですね、X にですね、ポストをしたところですね、2000ほどのいいねをいただきました。皆さんありがとうございます。皆さん好きですね。よくグラビアアイドル あのイメージ DVD とかを買うと、そのなんかロデオマシーンみたいなやつに乗ってなんか上下運動をしてるシーンみたいなやつあるじゃないですか。完全にあれです、どう考えてもあれ。まあ、これに関してはこの召喚ムービーを作ってる人もね、まあ、多分それ意識して作っちゃってるんじゃないかなと、思ってるんですけども、けしからんですね。新イラストの方はね、なんか正直ちょっと狙いすぎてて、でそのオタクこういうの好きなんでしょみたいな、ちょっと言われてる気がしてちょっとだけイラッとくるっていうねのはあるんですけども、まあまあ好きなんですけど。まあ好きなんですけどね。こんなけしからん召喚ムービーを作ってしまった社員に対してですね、ボーナスの、アップを推奨いたします。はい、これもイラスト違いカードの、一種でございまして、このマスカレーナが入ってる以外にその開封する意味なしみたいなね、パックで実装されてまして、まあ、このマスカレーナ欲しかったから、僕はなんかその周辺カードなんて一つも欲しくなかったけど剥きました。はい、まあ、剥きましたっていうのはパックのことであって、別に自分のその、息子のことで、皆さんも、そういう人多いかもしれないですね。このカードのその特徴はね、生成ができないっていうことでございまして、まあ、通常マスターデュエルっていうのは基本的に所持してないカードは全て生成できるようになっているんですけども、まあ、とんでもなくね、優しいゲームなんですけども、まあ、こういうイラスト違いカードとかイベント限定配布カードなんかは、まあ、生成できねえっていう、ね、ところがあって、まあ、そういう意味でも非常に価値があると言わざるを得ない。バイクの上じゃなくて僕の上にも乗ってくる。エロすぎるだろ。これこの召喚ムービーよく通りましたね。これ18禁じゃないですか。まずそもそもなんですけど、この足に巻いてるやつなんて言うんですか。これけしからんな。このなんか足に巻いてるやつで僕の首を絞めてくれ。ちょっと調べたところによると、なんかレッグリングっていうやつらしいです。そんな言葉聞いたこともありませんでした。まあ、そもそも現実世界でね、これ巻いてる人に僕は会ったことないんですけども、まあ、どこに行けばこれ巻いてる人に会えるんでしょうか。まあ、スカートをね履いてる場合はちょっとレッグリングを巻くことをね、ちょっと法律で義務化してみてはいかがでしょうか。岸田総理、岸田さん検討してください。ぜひイブリースのねポイントがね高いところはね、やっぱね、一回自分の場に出して召喚ムービー見るじゃないですか。でリンクしたら相手の盤面にもう一回出るんで、もう一回召喚ムービー見れるっていう、その一人で2回楽しめるっていうところですね。一人で2回お楽しみいただけるということで、2発発射が可能となっております。イブリースさん の性能自体もかなり高くてですね、相手に送りつけることでロック性能が高まって、その自分はリンク召喚しかすることができないっていうね、効果があるんで、割とこれが刺さるデッキもありますし、まあその縦列を作ってジャックナイツを出しやすくしたりとか、あと無限保養とかケアしたりとかね、まあそういろんな使い道ができる上にさらにエッチなんで、どんだけ素敵なモンスターなんでしょうか。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか。今回の、動画終始くだらなくてすいません。ぜひね、皆さんもね、このモンスターの方がえっだろうというコメントがあれば、異論はたくさん受け付けておりますので、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。